IMF ・ IM 国際通貨基金は先ほど、最新の世界経済見通しを公表し、今年の世界全体の実質成長率を3.2%としました。好景気が続くアメリカの成長率や、インドなど新興国の成長を反映し、1月の全回予測から0.1ポイント上報修正しました。一方日本の成長率は インバウンドの需要拡大など一過性の要因が薄れると予測し0.9%と変わりませんでした。